ハロプロ飯の宇宙へようこそ。今回は福田マリン、ヨフールノが新メンバーとお食事へに対するみんなの飯の宇宙です。ルノーのいい先輩になれそう感は異常。マリンおごりか。私もおごられるのう。これはマリンちゃん大変だったろうなわら。お姉さんしてるルノマリンみたい。なぜ写真をあげないのか。早くめでたいマリルノだけずるい。一番抑え時間過ごすことになるだろう。上司二人ってのがいいよね。ルノマリンも成長したな。涙出てきた。リトケメ先輩の信頼感と安心感。ルノーは実生活では姉だからな。どうせ秋山に名付くことになる。秋山の面倒見の良さはハロプロ全体でも群を抜いてる。新椿始まったな。未来が明るすぎる。龍華のコンサートでデビュー金写真はその日から解禁かな。新メンバーの好きな食べ物石井美羽ね。村田優。ドイフーか。仕事帰り5人でイタリアン食った。わらび軍団爆誕。この場合福田が一人で払うの？予風と割り勘だろうか。領収書切って後日精算。リトキャメエリア社更新が77から88だったから3期入りのも27から311ぐらいかな。ブログ指導もそのあたり。ドイちゃんことグミーのインスタと X 赤を見ようとしたら削除されてた。加工残しといてもいいことないしな。ドイちゃん人気出るよ断言する。白装束の時なんか大抵ドンにおいびしゅなのにこれだぞ。日の出だか日の入りみたいな小野さんじわる。小野の頭に角を立てられる猛者はさすがにいないか。石井美羽ちゃん可愛い美羽ちゃん若いのに椿好きな珍しい子だし大事にしないと。村田ちゃんが一番可愛いエコひいきしたい。アプカミをお楽しみに。まあ普通に考えてマリンルノで割り勘なんだろうけど、もしかしてルノに任せてとさっそうと支払い済ませてる可能性も笑い。マネージャーがマリンに委任で一問で領収書をもらってきてねと思う。リトケメも7月7日加入後のレッスン付けで自分たちの売れかかった頃知ってるから、そのタイミングで気分転換と気持ちのフォローの食事会連れ出しなのかな。きつい時期に不意に先輩がって3人にとって胸熱すぎるでしょ。今回の動画は以上です。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。